ソード仮面ライダーサイバーブック6最高シャドウ組み立てます。あれ、最高シャドウどこ行った？さすがシャドウ。困った時は漢方頼み。どうもしょっちゃんです。いやー、季節の変わり目、特に春なんですけれども、しょっちゃん体調崩しやすいんですね。体調というか、なんというか、とにかくだるいなとか、ハラハラドキドキするなとか、心配事がみたいな感じになるんですけれども、そういった時はね、漢方が一番。なんかあったらすぐ漢方飲んでます、しょっちゃんです。特にね、暮らしへの漢方よく飲んでますね。じゃなくて、もうね、そのままだと漢方を勧めるチャンネルみたいになっちゃうじゃない。そうじゃなくって、今日紹介するのはこちら、ソード仮面ライダーセイバーブック6&ソード仮面ライダー01&ソード仮面ライダージオ VS 仮面ライダーディケイドの1番2番最高シャドウボディ、最高シャドウアーマー使って最高シャドウ組み立てていきます。この前ね、 X ソードマン作ったんですけれども、今日はシャドウ行ってみます。今回のソードは X ソードマンとシャドウとオプションセット01だけ買っているので、ソードを組み立てるのは今回この2体目でね、最後となります。では行ってみましょう。改めまして、今回は1番最高シャドウボディ、2番最高シャドウアーマーを使って最高シャドウ組み立ててまいります。2つの箱正面から見てくっつけるとこんな感じでかっこよく決まります。そして箱のてっぺんです。それでは1番から見ていきましょう。1番最高シャドウボディ、こういう箱になってますね。近くから見ていきましょう。こんな感じ。これがね、ちゃんとね、最高なんだよね。セット内容はこのようになっております。箱いろいろね、こんな感じになっておりまして、箱の後ろ側このようになっております。今回のかっこよく決めるポーズはこれ。このポーズ決められるかな、まあ、頑張ってやってみたいと思います。では近くから見ていくと、箱の後ろ側このようになっております。あー、今更なんだけどさ、ルシファー買った方が良かったかなとか思ったりしてる。まあそれはさておき、中身見ていきましょう。こんな感じで入っておりました。まずはボディですね。それから手と足、シール少な、やった、手ですね。こちらの手とシールです。これしかない。そんじゃボディ見ていきましょう。こんな感じになっております。で、今回はね、シールが多分このベルトの部分とどっかこの辺何かだけなので、隠れてしまうから見てしまわないとねみたいなところはほとんどないですね。今日もお尻がプリプリ。はい、こんな感じになっております。箱の裏面です。こんな感じ、シールがベルトと腕のところだけなんですね。そして組み立て方出てます。ではシール貼っていきます。シール貼り終わりました。たかが4枚、されど4枚。このね、ベルトのところは良かったんですけど、ここ手首のところから貼ってあげるとうまくいきました。この辺にね、軸を置いて貼ろうかなと思ったんですけど、それだとうまくいかなかった。うん、そんな感じ。それじゃあ次はアーマー行ってみましょう。アーマーのシールはどうなっているのか、少ないのか、地味に多いのか、楽しみですね。では2番最高シャドウアーマー見ていきます。まず箱ね、こちらでございます。正面近くから見るとこんな感じ。いや、このポーズでも難しいよね。セット内容はこちら、箱こんな感じで、箱の後ろ側はこんな感じです。このポーズでいいんじゃないかな。今日はこれにしようか、こちらにしようと思います。これだとね、斜めになってるのでシャドウメインになって、まあシャドウもメインなんですけれども、やっぱね、最高本体はこっちなので、このポーズにしたいと思います。
後ろ側も近くから見ていきましょう。こんな感じです。よし、開けていこう。さあさあ、シールはどんな感じかな。あ、そうでもないね。あ、そっかそっかそっか、最高の部分これとこれ必要だもんね。ということで2番の箱の中身はこんな感じで入っておりました。じゃ中身見ていきましょう。まずは気になる頭ですね。頭こんな感じ、正面から見ると真っ黒なんですが、横から見ると、あと上から見るとこの辺が暗いシルバーの塗装されております。顎は真っ黒ですね。後ろから見るとこんな感じ、間違えて飲んでしまう可能性がありますので穴開いてますね。はい、こんな頭でした。次が胸元こんな感じです。基本やっぱりシャドウなんで黒ですよね。黒にこの辺シルバーが入っているっていう感じです。裏側はこのようになっております。続きまして、肩と背中のパーツです。肩のパーツは裏を持ってしっかりありますね。違いがこれ間違えないようにしないとダメですね。で、背中のパーツです。すべて真っ黒、シルバーの塗装などは一切入っておりません。そして台座と最高本体です。 X ソードマンの時の光合圏最高と何が違うかっていうと、こっちは最高本体なんですよね。ここに最高の顔があります。後ほどシール貼って完成したら X ソードマンのやつと見比べていきましょう。シール貼る前はこんな感じ、細かいよね本当に、素晴らしい。はい、こういう風になっております。最後シールです。これは目かな、目とどこかと最高ですね。そうそう、でこの前ね、スタンドの台座に貼るシールを見ていかなかったんですよね。今回見ていきましょう。仮面ライダー最高、金の武器銀の武器と書いてあります。で前回この前やった X ソードマン仮面ライダー最高 X ソードマンと書かれております。すいません、この前紹介しなかった、こういう違いになっております。では次、箱の後ろ側ですね。こんな感じ、やっぱり目ですね。目と肩のパーツのシールでしたね。それから台座支柱の使い方です。そんじゃシールを貼っていこう。シール貼り完成しました。肩のシール細くてね、細かくてドキドキハラハラでした。ではでは、揃いましたので組み立てていきましょう。今日はシールが少なくていいですね。よし、組み立てよう。最高シャドウ完成しました。肩パーツ大変だったのでカメラの外で付けさせてもらいました。こんな感じ、それにね最高持たせて完成。いいですね。これ付けたばかりなんですけど外します。最高シャドウのみで一旦見ていきましょうか。まず全体的に見るとこんな感じです。シャドウですね、暗いですね。後ろはこんな感じです。ちょっと曲がってるけどね。じゃあ近くから見ていきましょう。まずは顔です。こんな感じっていうか黒いのでちょっとしたねゴミがね目立ってしまいますね。はい、こんなお顔をしております。シールがね少し模様入ってますのできちんと目のところできてますね。
で細かったシールここに貼ってるでしょ。ここねよく見るとこれなんかつなぎ目みたいのあるんですよね。ここでパタンと折りたたまさるのかなみたいな感じで思っちゃうつなぎ目で、この辺塗装ですね、シール貼ったりね、はい、こんな感じです。ほとんどねシールなかったのでとっても楽ちんでしたが、一つ一つ細かったり貼りにくかったりとか、そんな感じでした。で次がこちら見てみましょう。仮面ライダー最高です。金の武器銀の武器だね。ワンダーライドブックのところというか最高の顔の部分こんな感じになっております。で X ソードマンの時のものと比べると、はい、こんな感じ、ちゃんと違うんだよね。この辺の剣の部分は一緒です。持ち手のところも一緒なんですけど、このブックのところがね違いますね。こんな感じになっております。光の加減で光っちゃう、これだと見えるかな、はい、こんな差がありました。それじゃあここからかっこいいポーズ決めてまいりたいと思います。こっちにしようかなと思ったけど、こっちちょっと難しそうなのでこっちにします。じゃあやっていくよ、また早送りでね、スタート。まずはこれをつけて、ここがきついんだよね。よいしょ、ついた。足がこんな感じで向いていて、体はちょいこっち、そうでもないのか、こんな感じの手がパーだね、こっちの手がパー。顔が斜め、割とこっち向いてる。手はこうなっていて、こっちの最高を持ってるのがこの辺でシャキン、この辺でシャキンで、これを拡大。今までで、まあ、簡単なのを選んでるっていうのもあるんですが、一番再現度高いじゃないでしょうか。完成です。黒っていうのがね、しょっちゃんすごくね親近感湧くわ。それにしてもね、いい感じになったのではないでしょうか。では見比べていきましょう。せーの、ドン。似てるんじゃない、結構いい感じじゃないでしょうか。今までで一番ねいいかもしれない。よし、できたぜ。ということで本日はソード仮面ライダーセイバーブック6の、もうねその後言わない、最高シャドウ作ってまいりました。いかがですか。 X ソードマンもかっこいいんですけど、あ、せっかくだから並べよう。はい、どうだ。 X ソードマンもかっこいいね。あれ、 X ソードマンの方が背が高い、頭の角部分があるからかな、なんかちょっと背が高い気がします。せっかくだから調べてみよう、背の高さ。スマホの画面そのままで申し訳ないんですけど、最高シャドウは 195.3cm、X ソードマンが 212.3cm。 やっぱり X ソードマンの方がこの角の部分背高いんだろうね。はい、そんな感じでした。いやー、2つともかっこいいですね。しょっちゃんもいつか仮面ライダーになりたいな。そんな夢を持ちつつ YouTube を続けていこうと思っております。将来の夢は仮面ライダー。では皆さん、今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。今回紹介いたしました最高シャドウ以外にも、こちらの左側にあります最高 X ソードマン動画あります。それから今回は買っていないんですけれども、こちらラインナップですね、ルシファー、ジオー、ディケイドアーマーセイバーホーム、ディケイドコンプリートホーム21というものもあります。そしてオプションセット、これね01のやつはね今度ねやっていこうかなと思います。平成のオプションセットもあります。気になった方はお菓子売り場にレッツゴーしてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。